アメリカ航空宇宙局によるスペースシャトルのミッションである。1982年6月27日に打ち上げられた。4度目のスペースシャトルのミッションであり、また4度目のコロンビアのミッションである。RMS に捕まえるインドストエンバイロメント、カンタマナントモニターこのミッションでは、初めて予定された時間に正確にスペースシャトルが打ち上げられた。また、 スペースシャトル計画において最後の研究開発目的のミッションであった。打ち上げは1982年6月27日の11時、絵に行われた。貨物室にはユタ州立大学の学生が提供した9つの科学実験装置を含む最初のゲッタウェイスペシャルやアメリカ空軍の極秘の2機のミサイル発射検知システムが積まれた。これはカリフォルニア州 サニーベールに設けられた秘密のミッション管理センターが飛行の監視に加わった。連続流電気営動システムや単分酸系ラテックス反応層はミッドデッキで2回目の宇宙飛行を行った。乗組員は手持ちカメラを用いた雷の観測や自身の体を用いた医学実験を行った。また先端にインドストエンバイロメントコンタミネーション。 モニターを設置したシャトルリモートマニピュレータシステムを用いて飛行中に、オービタが放出するガスや粒子についての情報を収集した。予定された7日間のミッションを終え、1982年7月4日9時10分、PDT にエドワーズ空軍基地の第22滑走路に着陸した。スペースシャトルがコンクリートの滑走路に着陸したのは初めてのことだった。 帰還した乗組員は、ロナルド・レーガン大統領夫妻に迎えられた。飛行は7日間と1時間9分に40秒を行われ、地球を112周して470万キロメートル移動した。空軍のペイロードに失敗した以外は、ミッションのすべての目的は達成されたが、2つのスペースシャトル固体燃料補助ロケットが失われた。コロンビアは7月15日に、ケネディ宇宙センターに戻ってきた。 赤、白、青の線はミッションの番号である数字の4を描いている。NASA ではジェミニ計画以来伝統的に宇宙飛行士のために音楽を流している。アポロ15号では初めて乗組員の気象のために用いられた。曲は家族等によって乗組員個人にとって特別な意味がある曲や日々の活動に適切なものが選ばれる。ありがとうございます。